桃のチーズケーキはですね、チーフパティシエの、まあ、琴美が9年前、もう10年ですね、10年前に、最初におばあちゃんのために作ったチーズケーキとなってます。富山県南砺市にあるチーズケーキとガトーショコラの専門店、ママのチーズケーキ本店。仕事に、家事に、育児に忙しいママへ、ほっと一息つくひとときをコンセプトに、去年1月、小泉作吾さんとパティシエの芳賀琴美さんがオープンさせました。きっかけはシングルマザーで忙しく働く母と、面倒を見てくれた祖母を喜ばせたいという芳賀さんの思いでした。というのも、まあ、おばあちゃんがこうチーズケーキが好きだったということで、よく近所のお菓子屋さんで買っていたそうなんですね。でそこで当時中学校2年生だった琴美は、これだったら自分でも作れるかもというような思いが、こうママのチーズケーキの始まりとなっております。それからもっと美味しいものを食べてもらいたいという一心で、改良に改良を重ね作り続けてきたのがママのチーズケーキです。まあ、一番のこだわりは、こうとろけるような食感、まあ、湯煎でこう素材を混ぜ合わせて本当にとろとろになるぐらいな素材をこう型に入れて、まあ、湯煎焼きに、で焼き上がりもまだとろとろの状態なので、そこから冷凍庫で、まあ、一晩寝かせて冷凍状態のものをここ提供しているので、素材選びにもこだわっています。まあ、ママのためのっていうようなチーズケーキなので、ママがこう子供と一緒に食べられるっていうところを我々はこう想定してます。なので子供に食べさせても安心できるような素材選びを大切にしております。北海道産クリームチーズをはじめ、全て国産のものを使用。またクッキー部分には米粉を使い、グルテンフリーに。毎日食べても飽きない優しい味わいのチーズケーキです。そしてバレンタインに向けておすすめなのがチョコレートチーズケーキ。上がチョコレートとチーズケーキを混ぜ合わせたもので、下がチーズケーキのものとなっておりますので、食感がそれぞれ異なります。なので、まあ、その食感に関しても、楽しんでいただきたいですし、そのチョコレートがマーハっていうブランド、もうガーナでチョコレート工場を営んでいる日本人女性がいるんですけども、そこの方が、まあ、カカオ豆から、まあ、1枚のチョコレートになるまで全て自社でやっていらっしゃるので、まあ、カカオの香りが非常に高いものとなっております。社会課題に取り組む企業とのコラボ商品で、雑味のないチョコレートはチーズケーキと相性抜群です。家族への愛から生まれたケーキたち、大切な人への贈り物にいかがでしょうか。